レイヤクーどうも、岡部です。ガンチョンです。タラシャトポキゾンです。はい、ということで本日はですね、2024年もなりまして、はいはい、でもこれからね、さらにね、日本の方が韓国に観光で来る方がどん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 増えると思うんですよね。ということで本日の企画は今日何やるんですか。ってことで本日企画、日本人が韓国で絶対にやってはいけない行動とは。 NG 行動絶対やめて。はいはい、改めて、はいはい、日本では当たり前なんだけど、うん、韓国でそれやってしまうと大変なことになるよっていうことを語っていこうかなと思っております、うん。僕たちトッポギ侍、日韓の違いっていうのを結構ね言ってきたと思います、はい、ことごとく、はい、もう耳が痛くなるぐらいに、うん、けどちょっとそれもおさらいっていう気持ちで発表するし、僕たちが韓国に住んで見つけた新たな日本の方が韓国でやったらいけないことなどをちょっとまとめてきたので、うん、紹介していきたいと思います。そして初めて韓国に来る方には、うん、一見の動画となっておりますので、ぜひ最後まで見てください。そつこー、行ってみよう。トッポギと侍とトッポギ侍です。まあ一つ目からいきます。タクシーのドア、タクシーのドア、これ多分ね、日本の方最初につまずくと思います。はいはい、まあ、日本だったら当たり前なタクシーの自動ドア、これ韓国では当たり前じゃありません。なんでなんで。韓国は全て手動でございます。マジかよ。これね、僕も最初はちょっとねやってしまったんだけど、これをやってしまうとタクシーのうんちゃんにものすごい怒られます。ブチギレられる。いやいやいや、ムンチョムタダタダ、ムンチョムタダ、本当に言われますから。怒鳴られる、ね、最初ドキッとしてみて、いや勝手に閉めてよと思いながら、全部手動だっていう。だからちょっと日本の方はぜひ韓国に来る際には自動ではございませんので、ぜひぜひそこは注意してください。2つ目、現金文化。韓国はね、完全なキャッシュレス文化なんですよね。日本って現金文化だったり、コンビニとかお店とかでも現金を支払ったりするんですけど、韓国はカード払いが主流なので、日本の方が現金で払おうとして、韓国人の人が結構せっかちだからさ、遅いでせっかちで怒っちゃうケースもあるので、もし日本から韓国に来る際は韓国で使えるカードがあるみたいなので、ぜひ韓国ではカード払いをしてください。だけど現金だけっていうお店も結構あるから、韓国屋台のポチャンマチャっていうんだけど、そこは現金のみだったり、あとケジャイチェって言ってね、ペイペイみたいなのがあるんだけど、日本の方口座持ってないからそれが大変だから、そう、屋台行きたい時は現金だけど、お店とかそういう遊び場とか、そういろんなところ行く時はカードが便利ですので、1枚なんかカードを持っておくのはおすすめです。3つ目、優先席には絶対座っちゃいけない。ダメ。まあ日本だったら、まあ、ちょっとさ席に余裕があったら優先席座りがちじゃん、うん、韓国はねこれが結構ダメなんですよ。そうだね、いくら空いててもいくら混んでても優先席って開けとかなきゃいけない、うん、それは体が不自由な方だったり、ご年配の方が座るために開けてるので、いくら空いてたからって、いくら混んでてそこが空いてたからって座っちゃダメです。4つ目、トイレにトイレットペーパーを流せるか確認。これはね、はい、日本の方が結構つまずきがちな、つまずきますところなんですけど、まあ日本でさ、トイレでさティッシュとか流せるのは当たり前なんだけど、韓国は実はトイレに流せないところも結構あるんですよ。まずそこのトイレが流せるかを確認した後に、流せるんだったら流して、で流せないところはね、トイレのティッシュボックスみたいなのがあるので、そこに入れてください。けど開けるときは絶対鼻をつまんでください。やったー、いろんな匂いがするから。あれむき出しの時もあるから。けど最近はやっぱ韓国も流せるところが増えたね。増えてきたね。空港とかホテルとかだったらまあ流せるところはあるんだけど、僕が知ってる限りだったらほとんどは流せないと思うから、皆さん韓国に来たらまずはトイレする前に、大きいも小さいもする前に、ここのトイレにティッシュを流せるか確認お願いします。あとそれで一つ言うと、女子トイレなんかでトイレットペーパーがない可能性があります。ああそうだね。それはどういうことかというと、手洗うところの後ろにあるトイレットペーパーを持ってって入んないといけない、うん、入った後にトイレットペーパーないっていう可能性があるから、それも確認した方がいい、うん、暴露話っていい？あ、ここでお願いします。昔それシステム分かんなくて、うん、ないと思ってその外にいたおじいちゃんにあ、お願いしますって言ってトイレ持ってきてくれた恥ずかしい体験があるから、恥ずかしい思いしたくない方はね、ちゃんとこうやってぐるぐるぐるってやって持ってった方がいいね。あとお店とかにもさ、最初に店員さんがトイレ行くときはトイレットペーパー持ってってくださいって言ってくれるから、 そこもちゃんと確認しておいた方がいいかな。5つ目、コンビニにトイレはない。 Nothing better。 さっきの流れにはなるんですけど、トイレいざ行こうって言っても、日本の方コンビニトイレがあるのは当たり前だと思ってコンビニ行くじゃないですか、うんうん、韓国はありません。終わりです。いや、はいや、その中で言うと、居酒屋さんとか行った際にもない可能性がある、うん、あって、そうした場合に店員さんから隣のビルの建物の地下に進められる可能性がございます、うん、その時は鍵とかもね持ってったり、うん、暗証番号もしなきゃいけない可能性もあるから、そこもちょっとねこんがらがっちゃうので、そこは注意してみてください。あれ酔ってて分かんなくね、パスワード。最初言われて一回見ただけじゃ絶対覚えられないんだけど。
あと店員さんもさ、トロロって言われてさ、そう。って行くじゃん。もう酔っ払ってから行く流れでも忘れてんのよ。あれなんだっけ？そうなんだよ。で、2回絶対聞かなきゃいけないっていう。6つ目、日本語で話すのを気をつける。え？なんで？韓国であんまり日本語で話さない方がいいなと思って、うん、ちょっと嫌な人とかさちょっとなんか陰口言いたくなる時ってたまに人間ならあるじゃん。もちろん僕もあります。そういう時に日本語で、あ、この人ちょっと邪魔じゃねとか、うん、この人ちょっと匂わね、それジェスチャーよ。え、もうジェスチャーでバレてるから。あ、やっちゃったか。言葉関係ないんですそれ。その理由が、韓国人って意外と日本語喋れる人が結構いて、老若男女喋れる方が結構いらっしゃるんですよ。この方年配だから多分日本語わかんないなと思って喋ってみたら日本語わかる方もいらっしゃるし、この若い方は特に学校の授業とかで日本語の授業を学んだりするから、日本語でいい話をするときは全然いいと思うんだけど、ここ韓国だから絶対日本語通じないだろうと思って、匂わねとか、ちょっと邪魔じゃねとか言うのはダメ。こう来るから。まあ、俺たちその逆で言うと、韓国で日本語を避けてる理由として、うん、僕たちやっぱりその悪口というよりかはちょっとエッチな話、ね、エッチな話をして、うん、日本人の方にパッて言って目が合う時があるから。あるね。あれはちょっと特にあるよ。いや、あれはちょっとやめましょう。しかも声でかいじゃん。やめましょう。本当に読めない。絶対聞いてんのよもう、うん、でも向こうもちょっと聞いてないふりして、うん、だからちょっとあの悪口とあとエチエチの話は、うん、なるべくやめましょう。7つ目、変換器。まあ、もちろん海外なんでコンセントは違うんです、うん、だからそこは韓国のコンセントを持ってきてほしいんですけれども、うん、プラス、うん、電圧問題があって、うんうん、僕たちね最初ね日本のドライヤーを韓国に持ってきた時に、うん、まあ、変換器に日本のドライヤーをつけたら爆発したんですよ。風出るところが火が出ました、ね、火が出たんでと思って。だからこの韓国と日本のこの電圧の違いは結構注意したら、うん、なんか聞いたことあるのはドライヤーとかヘアアイロンとかは結構危ないらしいから、そうだね、そこちゃんと電圧をちゃんと調べて、うん、持ってくるようにしましょう。最後一人飯、はい、これも深刻な話です。いや、そうでもねえ韓国は一人飯文化があんまりなくて、韓国人は一人飯してたら友達がいないのかなと思われそうだったりとか、いろんな目線を気にしちゃって一人飯がちょっとできない感じなんだけど、うん、日本はさ逆にさ一人飯文化結構さあるじゃん、うん、だからお店に入って一人でご飯とか男女ともできるわけなんだけど、そのまま韓国に行ったら結構まずいことに起きます。お店に入って一人飯ができないお店とかもあったりするし、ね、注文はほとんど2人前からだから、うん、もしサムギョプサルちょっと1人で食べたいなとか、チキン1人で食べたいなっていう時に、あ、1人は受け付けてないんですとか、2人前からなんですっていうのが結構多いから、まず入る前に入り分とやっかよとか、本山で健ちゃんですけどよとか聞いたら結構ね店主の方もまあいいよみたいな感じで言ってくれるケースもあるから、ね、まず入る前に確認をするっていうのがおすすめです。はい、ということで今まで話したのは僕たちも何回も話したことあるし、うん、まあ、初めて、うん、これから韓国に行く方に向けて、まあ、改めてまとめ編だね。そう、忘れてる方もいらっしゃるかもしれないから改めてちょっと紹介しとこうということで脳裏によぎってるわ喋りすぎてうるせえなお前らってけどみんなごめん、ちょっとさ改めて話したかったのよ。俺たちのチャンネル見たことない人はさ初めてだから、ちょっと我慢して、それは我慢しよう、うん、で、まあ、こっからちょっとなんか僕たちが、うん、まあ、実際に経験したことだったり聞いたことなんかを、まあ、いいね、まだ言ってないことを、あ、いいね、いいね、ちょっと話してみようと思います、うん、で、まずあの僕からなんだけど、うん、ちょっとめくっていいですか、うん、マジシャンみたいにめくろう優しめ韓国人の方の辛くないは信用するな。僕は基本辛いものが一切食べれないんです、うん、韓国に住むにあたっては我慢して食わなきゃいけないパターンもあるんですけど、うん、で韓国の人が言うんですよ、たまにねバンチャンで、まあ、唐辛子とか出てくるんですよ、うん、食べろよみたいな、うん、いや俺辛いのダメだから食えないよ、うん、大丈夫、辛くないから、これ美味しいから、いざその言葉を信じて食べるじゃないですか、もうめっちゃ辛いんですよ。だから韓国人の辛いがもう日本人の辛いとも全然違うんですよ。けどあれだよね、オカメを韓国来たての時よりかは今は辛いのちょっと慣れてるよね少しは。また人間って体ってすごいね、うん、適応しますでもそれでもこれ 辛いですかって聞いて、あ、全然辛くないよって言って出された時にめちゃくちゃ辛いことが何回もあるから、うん、もう見た目とかで辛いって思ったやつはもう全部やめてください。辛いの苦手な方はね、辛いのがハマっちゃうんだけどなダメか、あれは舌がもう違う、ね、元々のベースが違うから、ちょっと辛くなきゃちょっと物足りないと思わない？辛いの食べてお腹痛い自分がすごい生きてるなどこで感じてるの？って思わない？俺は次の日下痢するなぁ。そっち真逆なんだそうそうそう、だからもうそこは辛いの苦手な方は韓国人の辛くないにちょっと騙されないで、うん、もうちゃんと自分が辛くないと思ったら赤くないものを選ぶようにしましょう。はぁ、これ言えるかな。言えないんだったら、まあ、別に別の機会でも大丈夫だよ。言っていいかな。それじゃないやつにしようか。じゃあ
これも言えないな。一回カットするからさ、言ったここでじゃあ一回。言っていいかな。カットする、全部カットする。そう、うん。全部カットしよう。よかった。韓国で礼儀を気をつけてください。もう分かるのよそれ、みんな知ってるよそれ。だるいわ。僕が経験した話なんだけど、コンビニ行った時とかカード払いして、韓国の店員さんがカードを返す時に絶対片手じゃなくて両手でくださるんですよ。で僕が片手でこうやってピュッて取ったら、横にいた韓国人の友達が、お前さ、それ韓国礼儀じゃないよ。まあもちろん日本礼儀っていうわけじゃないんだけど、韓国の礼儀は絶対に両手で返してきたら絶対両手で受け取るのが韓国のマナーだよって言われて、あ、確かにちょっと僕傲慢な態度しちゃったなと思って。傲慢そんなもんないけどね、うん、でそのカードの受け取り方とかでもそうだし、あとお酒の文化でもそうなんだよね。お酒はすごいね。韓国人とお酒飲むときは基本ね、チャミスルだから。なんで関西弁の急に。チャミスルだから乾杯するときはこっちとか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 、おいおい、いろいろあるから。そういうのはちゃんとね、うん、意識して、もし韓国人の方とお酒飲むんだったら片手じゃなくて、うん、ウェイとかやったらもうやばいから両手でこうやってやったりとかした方がおすすめでございます。マナーはね、できた方が気持ちいいから、うん、相手の方にもそういう失礼なことさせないし、なんか自分も気持ちよくなるから。なので韓国で絶対にやってはいけないことをちょっと心がけてください。まあ、僕たちの動画見てくださってる方も、僕たちの動画初めて見てくださった方も、これ韓国に旅行する方はぜひぜひ、やっぱこういうことをね、うん、知ってるだけでも、うん、やっぱ本当気持ちよく旅行できるし、うん、やっぱちょっと韓国文化にを知っていくことによって文化も楽しめるじゃないけど、うんうん、まあ、そういう違いなんかも楽しみながら相手に迷惑かけないように、うん、旅行してほしいなと思って、ちょっと今日は動画作りました。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、それでは次の動画までバイバイ。